ゴルフレッスンプロの菅原大地です。今日も横浜ハンズからお送りしております。ということで今日は小玉さんに撮っていただいてるんですけど、まあ、お知らせ系の動画なんですけど今日ね、あとねちょっと小玉さんに質問がありまして、これ何か知ってますか？それあのトイレ詰まった時の あります、ね、あります。傘飛び縮みしますけど、おまあ傘としてはちょっとちっちゃいよね。雨を捉えられる面積はちょっと少ないかなっていう。かきのこっていう、まあ、真面目にいきますね。これ普通に当てれますよ。これわかりますよね。わかります。これあもう当てちゃいますっていうことで、まあそれで振ってこうボルキンを鍛える。振るやつ。え違う。それマジな答え。マジな答え。空気抵抗。え違う。全然違います。違うのそれ。これあのキャディバッグに入れて。キャディバッグの傘。あの飛行機とか、はい、宅急便とか、はい、あの送るときに、はい、おクラブがあっちこっちこう横になったり斜めになったりするんですけど、それをこうクラブをその衝撃からこう守るため の、うん、この傘です。えここにあることで分かりますか？クラブがこうなんか硬いものがバンって当たったときに、あそういうことね、このクラブが守られるっていう、まあ、道具じゃない、トラベル、ね、トラベルの時にクラブのトラブルを塞ぐっていう、そういうことです。トラベルの時にゴルフのトラブルを防ぐ、はい、いやパクってんじゃん、うん、俺のとこ切ってそれ使うんでしょ。そういうやつです、ね、そういうやつと言いますのもですね、はい、今日から、今日の夜からちょっとあのハワイの方に10日間ワイハー行かせていただくので、はい、まあ、これと一緒にハワイに行くということでございます。いいですね。まあ、ゴルフツアーですね、うん、ゴルフツアーってまあそのスクール生と一緒にハワイでゴルフしようみたいな、そういういいなっていう時にこの飛行機の中にねこうキャディバッグ入れるんで、うん、そこでこう結構やっぱり意外と折れたりする事故があったりするので、そうですね、まあ、その事故をまあ未然には防ぐという意味で当たっても大丈夫。大丈夫。だからこうここにあとタオルとかこう巻いてその衝撃からちょっと身を守る工夫はするんですけど、うん、まあ、もちろんカバーかけますけどっていうやつです。練習グッズじゃない？うん、違います。練習グッズだと思う。それだけなんですけどね。バックボーイ、バックボーイ書いてありますけど、バックボーイ、バックボーイっていうことで、お知らせなんですけども、お知らせ、はい、まあ、YouTube の動画は毎日上げますので、うん、まあ、ハワイからもね、動画をお送りしようかなと思っております。はい、それ、小玉は登場？小玉は登場しないです。ハワイ声かかってない？そうですね、オファーしないんで。あ、オファーしない。で、12月にね、神戸でのイベントと、はい、千葉県でのダブルスコンペっていうのも、うん、今、コンペの方は募集をしておりますので、はい、2人1組のチーム戦のベストボール方式っていう、あれ楽しいですよね。今回、小玉くんも参戦する予定なので、はい、参戦します。ぜひぜひ、まだね、秋はちょっとありますので、コンペの参加、はい、一緒に行きましょう。お待ちしておりますということと、はい、以前その申し込みのね、メールをいただいて、うん、まあ、1ヶ月ちょっと前くらいになったら私ハワイから帰ってきたら、はい、まあ、その詳細をねお流ししようと思ってるんですけど、うん、パソコンがぶっ壊れちゃってメールが消えちゃったんですよ。ちょっとそれバックアップぶっ壊れちゃってですね、メールを送れないという今事態に陥ってまして、はい、ぜひこの動画を見てくださって、すでにメールでコンペの方申し込みされている方は、うん、ちょっと再度ご連絡をいただければという。神戸の方は一応レッスン会ね、三宮で、やるレッスン会は満員になってるんですが、はい、若干お二人だけ、メールがまだ返ってこない方がいます。それは僕のメールのあれとは関係なくて、関係ない、まだ帰ってこない方がいるので、うん、まあ、ハワイまでにですね、ぜひちょっとメールのご返信をしていただきたいということなんですね。もしちょっと返信がない場合はキャンセル待ちで待ってる方がいらっしゃいますので、うん、そちらの方の方にお譲りさせていただきたいと思いますので、はい、ちょっとこの動画を見てくださった方で
ちょっと2名の方、神戸のレッスン会の方は、まだお返事が、返ってきてないので、お返事をくださいってことと、あと、初心者の枠はまだ何枠か空いております、はい、レッスン会。池田新インストラクターがですね、基本の方を指導させていただくという、この神戸、12月10日、三宮でレッスン会やりますので、はい、それは、児玉くんは登場しないので、それも。呼ばれてない。という今日はまあ、はい、お知らせ の, あの動画とさせていただきたいと思いますので、はい、またちょっとハワイの方でも、うん、まあハワイでのちょっとレッスン動画も撮りたいかなと思ってるんで、いいですね、ハワイ。いや、お土産楽しみにしてます。お土産ね、はい、そうですね、おかげさまでチャンネル登録者数8万人もいけましたので、うん、ぜひそのお土産というかその感謝の意味を込めて何か買っていきたいと思います。ハワイでね、お願いします。ハワイの砂とかどうですか。砂、バンカーの砂とか。いやいや、もっとあるでしょということで、はい、ありがとうございました。See you.